これまでのプリズンブレイクは違いますね。ということで今回の動画はですね、アメリカボストン空港からドイツのミュンヘンまでね、ルフトハンザ航空のビジネスクラスでね行く動画となっております。前回ですねラウンジホッピングをして搭乗前でね一回動画区切らせていただきましたので、今回ねここからスタートという風になります。それでは本編の方を楽しんでください。それではラウンジを出てそろそろね今7時12分で20分からね搭乗開始ということなんで行きたいと思います。ということで、E の10番見えてる、到着しました。ということでもうちょっとしたらね、搭乗開始になると思いますんで、ここら辺で待ちたいと思います。ラウンジからめちゃくちゃ近くていいですね。いやね、空港はねめちゃめちゃ混んでます。ここねお店なんですけども、はい、ほぼ満席みたいな感じでかなり混んでますね。待合ゲートも本当に座る場所もないくらい混んでますね。いやいいです。ということでこれで、ね、待っていたいと思います。本日のはこちらですね、こちら E10 というゲートで、ミュンヘン行きですね。ルフトハンザ一応ねあれみたいですね、エアカナダとブリュッセル航空とユナイテッド航空のコードシェアみたいですね。はい、ということで、8時1分発なんですけど搭乗開始はね7時20分ということでかなり早いですね。ひとまずあと5分ぐらいです。ここら辺で待っていたいと思います。今ね搭乗待ってるんですけど、あれブリティッシュエアウェイズエアバス380ですかね、2階建て。いやーすごっ。ちょっとね遠目から見てびっくりしてわざわざ動画撮りに来てしまいました。いやかっこいいですね、あれも乗ってみたい。すげえ、めちゃくちゃでかいですねやっぱり。いやエアバス380エンジン4発あるんで多分そうだと思うんですけど、違かったらすいません。いや非常にかっこいいですね。こんな感じでねプライオリティボーリンググループ12って書いてありますね。ファーストビジネス本サークルセネタサイランスゴールドっていう感じなんですかね。はい、サイランスゴールド持ってると1から2でね搭乗できるといいですね。ということでもうしばらくね待ちたいと思います。もうね優先搭乗始まってますんでそろそろ呼ばれるのではないかと思っております。Thank you。 いやまさかのねボーディングパスタッチじゃなくて顔認証でしたね。いやこれはびっくりしました。はい、通れなかったらどうしようかと思いますよね。多分パスポートの写真でされてるんだと、あの登録ねされてるんだと思うんですけど、これは初めてでしたね、びっくりしました。急にあのタブレットがあったんで普通にかさどうと思ったらカメラがついて、あれと思いました。ということで今回ね、ビジネスクラスで 5D という座席ですね。このエアバス346はあの ANA みたいにねあのフルフラットには多分なると思うんですけど、あのスタッカードみたいにあの全席通路アクセスみたいな感じではなくて22だと思うんですよね、はい、ですのでお隣さんがいらっしゃったらちょっと気使うみたいな、多分そんな感じだと思うんですよね、まあ、ちょっとね私も乗ったことがないんで楽しみにしてはいるんですけども、お手洗いに気使うのはちょっと大変ですよね。では乗っていきます。はい、ハロー。 You can take the first flight to your left. Thank you。 それではね無事登場いたしました。今回ねエアバス 346-600 です。こんな感じになっております。ちょっとね座席変更があったみたいで、私が当初予約してたところは窓際だったんですけども、残念ながらね窓際から真ん中の施設に列にね変更になってましたね。いやこれは非常に残念ですけどもしょうがないですね。最初はねどうだったかな、右の一番後ろだったかな、確かそうだったと思うんですけど、窓際をね、まあ、キープしてたと思うんですけど、まあしょうがないですね、まあ、もし空いてるようだったら、まあ、移動させていただけますけども、まあでもこの見ていただければね分かる通り、
この窓際はね、お隣さんを気にしながらお手洗いに行かなきゃいけないんで、まあ、この点だけはねちょっと大変ですよね。まあ、この真ん中の席はね、両サイドともあの通路にアクセスできるんで、まあ、どっちがいいか問題ありますけどもね、はい、ということでこんな感じになります。で、反対側ですね、モニターが大きいのがありまして、この下にね、あ、これがエコバッグかなあとお水が入ってます。あと毛布と枕、毛布と枕ですね、あります。まあここに足を伸ばして、まあ、この座席が動いてビジネスクラスっていう感じですね。まあ結構ね、長いフライト11時間ぐらいのフライトなんで、フルフラットになるんだったらいいですよね。多分フルフラットになると思います。はい、ということでこちらでね、約11時間のフライトを楽しんでいきたいと思います。まだ搭乗したばっかりなんで、おそらくね、もうしばらくね、あの飛行機動くまで変わると思いますので、そこら辺で待ちたいと思います。いやー、ちょっとね、窓際行きたいなちょっとビジネスクラスがどれぐらい混んでるかわかんないんですけども、本当はね、ここね、ファーストクラスを取りたかったんですけども、こちらもね、残念ながらファーストクラスね、取れずという感じでした。今回ね、ここ ANA の特典航空券で発券してるんですけど、この ANA の特典航空券のルフトハンザっていうのはビジネスまで事前開放されていて、2週間前にね、ファーストクラスっていうのは開放されるんですけども、いや、今回残念ながらですね、こちら多分開放されなかったんだと思いますね。もしくはもう元々いっぱいか、どっちかですね。はい、まあ、このルフトハンザのね、ファーストクラスもね、乗りたいなと思ってて、今回ね、ここダメ元で撮ってたんですけども、まあ、残念ながらね、ファーストクラスは撮れなかったっていう感じです。はあ、残念ですけども、まあ、こればっかりはしょうがないんで、またね、次の機会に、トライしたいと思います。ね、ファーストクラスはね、エアバス380もあると思いますし、ボーイング747もあると思いますし、あとこの346もね、ファーストクラス設定してるんで、いつか乗りたいですね。ということで、もうしばらくね、飛行機動くまで待ちたいと思います。ということで、こちらね、2A という座席ですね。こちらね、移動させていただきました。はい、これで、ね、バッチリね、外の景色もね、楽しめますね。残念ながらですね、ウェルカムドリンクはですね、なんか配られてる人と配られてない人がいて、多分これね、搭乗遅れたんで多分その関係だと思うんですけども、まあ、多分ね、あの、私にはもらえないんじゃないかなと思ってます。まあ、まあ、後で頼めばいいだけなんでいいんですけどね。こちらはデルタ航空ですかね。かっこいいですね。これから11時間ぐらいのフライト楽しんでいきたいと思います。奥にジェットブルー航空の飛行機が止まってますね。それでは今ですね、機内安全の、ビデオが流れないんで、あれになってますね。実演でやっていただける感じですね。この機材でモニターあるんですけど、モニターには流れないですね。今シエロの方が、ね、実演でやっていただいております。
見ておきますか、時間あると、まあ、こんな感じで見ることができます。で、英語表記とドイツ語ですかね、表記になってます。まあ、ここでメインのここは選べる感じですね、はい。で、私はね、このビーフってのにしました。まあ、あとはね、飲み物だったり飲み物だったり書いてありますね。ワイン、これシャンペン、これもワインですかね。あとこっちにビールとかスピリッツ、リキュールとかありますね。 Thank you. And the sharp rest for you.ドリンクを見てたら機内食が届きましたね。 Thank you. Yes. Thank you. はい、ということで機内食が、ね、到着しました。こちらはビーフ、パンはね、自分でチョイスする感じですね。ちょっと私は2つほどいただきました。で、あとこちらがサラダですかね、まあ、非常に美味しそうですね。では、いただきたいと思います。あ、すごい柔らかい、いただきます。めちゃくちゃ美味しい、うん、これめちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃ柔らかいです。これ付け合わせのサラダもめちゃくちゃ量がたっぷりです。お腹いっぱいになりそう。いいですね。めちゃくちゃ美味しいです。こっちは何だろう。何ですか。お豆をチーズとソースで和えた感じですね。酸味が効いててね、非常に美味しいです。で、これはキュウリとレタスですかね。パンですね、やっぱちょっと温かい気がします。パンもめちゃくちゃ柔らかくて美味しい。また変わったテイストで美味しいです。ではこんなところでしょうかね。またゆっくりいただきたいと思います。あ、最後トマトジュースと、はい、あ、うまいですね。ではあとゆっくりいただきたいと思います。ということでデザートが到着しました。こちらね、クランベリーのケーキですかね。非常に美味しそうですね。ではいただきましょう。一緒にトマトジュースもいっぱいいただきました。それではいただきます。ということで、ちょっと
ですよね。はい、いや本当に夕食を食べてね、そこを眠りについて、で、もう機内も暗くなって、で、機内が荒くなくなったと同時に、朝食開始っていう感じですね。今もうね、朝食が届きまして、これはね、カッテッチチーズのグレー、ブレックファーストということで、どんな感じなんでしょうか。いただきたいと思います。では、いただきます。ほとんど生サラダとフルーツなんで、このね、カッテージチーズ。これがちょっとどんな感じなのかちょっと気になりますね。ではいただきます。まあチーズとヨーグルトがね混ざったような、そんなって普通に美味しい。昨日ね食べ終わった瞬間に寝た気がするんで、そんなにお腹空いてなかったけど美味しいです。方に教えていただいて、私がね、まあ、機内で動画を撮ってるのを見て、よかったらこちらのトイレ見てみてくださいということで、何があるんだろうなと思ったらこれです。いやーこれはびっくりですね。お手洗いに窓があるんですね。これはいいですね。外の光も入って明るくて、これはびっくりです。はい、こんな感じでね、外を楽しめるお手洗いということで、しかもちょうどね、ああエンジン2発見えるんですね。いやこれはかっこいい。いやこれを教えていただいて嬉しいですね。そうなんだ、すごいですね。はい、ということで、でちょっとねこのおトイレちょっと広いんですよね。はい、いやこれは非常に面白い、教えていただき感謝ですね。まあ、置いてあるもの等々は一緒ですね。はい、ということでちょっと私はね歯磨きしに来ましたんで、軽く歯磨きして出たいと思います。いやこれは面白いですね。ということで、もう間もなくドイツミュンヘンに到着です。残念ながらカメラのバッテリーの充電器をなくしてしまいました。どこかスニーストアでゲットできればいいんですけども、ないとね結構めんどくさいんで、ドイツ着いてから考えたいと思います。ドイツの空港はこんな感じです。結構田舎の方なんですかね。それでは無事に到着しました。今ね入国したんですけど、手荷物受け取るところがどうやらエアトリップに行くんですかね。ちょっと私もよく分かってないんですけど、ひとまずバゲージクレームの際に歩いてったらエアトリップに着きましたんで、とりあえずこれに乗って手荷物ゲットしたいと思います。ということでエアトリーに乗りました。これね、バーゲージクレームターミナル2にあるみたいですね。今ターミナル1になる、まあ、ひとまず行ってみたいと思います。まあ、間違ってたら戻りましょう。まあ多分合ってると思うんですけど、こういうこと、こういうのもあるんですね。
まあ、なんか電車に乗るって考えると不安だな、不安になりますけど、まあとりあえず間違ったら戻ればいいだけなんで大丈夫でしょう。まだな、空港の制限エリアにいる感じですね。自動運転なんですね。めっちゃかっこいい。どっちから降りるんだろう。はい、ということで、やはりこっちで合ってるみたいですね。非常に不安でしたけども、あ、バゲージクレームって書いてある。でも入り口にノーエントリーって書いてあって、まあ私は手荷物をゲットして早く出たいですね。今ミュンヘンはね、朝の9時55分ですね。帝国通りついてるのかな。ではちょっと歩いていきたいと思います。ということで、ドイツミュンヘン空港に到着いたしました。今外出てきたんですけども、めちゃくちゃ目の前からすごい栄えてて、空港もめちゃくちゃ大きくていいですね。はい、ということで今回ですね、ニューヨークからボストン、ボストンからこちらミュンヘンまでですね、飛行機でやってまいりました。ユナイテッド航空のね、エコノミークラスと、今回ねルフトハンザ航空のビジネスクラス、利用させていただきましたけれども、まあフルフラットに、ね、なるんでね、かなり快適な旅となりました。まあ基本的にね、外の景色を楽しまない人は、まあ、真ん中の席、もしくはあの通路側の席をね取っとくと、お手洗いにね自由に行けるんで、かなりね利用しやすいかなと思うんですけども、やはりね私がいたあの窓際の席っていうのは、あの夜中とかねお手洗い行きたい時にね、あの飛び越えなきゃいけないんでね、はい、ちょっとそこはね、あの気使うとかなっていう部分はあるんですけども、それぐらいですかね。はい、非常に良かったです。食事もねとても美味しかったですし、またねあの夕食出てすぐ暗くなって、本当に朝起きたらすぐ食事出るみたいな、サービス提供がねかなり確立されている感じがしましたね。ということで、一回ねここで動画切りたいと思います。次回はですね、ミュンヘン滞在記お届けになると思いますけども、まあ、そちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで、今からねとある場所に宿泊しに行きます、その続きは次の動画で楽しんでください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。